小林古経帝、小林古経帝は、新潟県上越市の高田城市公園にある民家。建築家、吉田58が、日本画家、小林古経の依頼により設計した本邸を、一区復元したものであり、国の登録有形文化財である。敷地内には、小林古経記念美術館がある。小林古経帝は、文化勲章受賞建築家。 吉田58が古景の依頼により設計し、京都の宮大工棟梁、岡村人造が施行、完成した木造2階建て、すき家造りの住宅である。1920年、古景は東京都大田区まごめの農家を改造した画室を設けた。1934年、その画室に隣接したところに設計、吉田58棟梁、岡村人造によって新築された。 その後は、大田区が管理し、建築後、約60年を経た1993年1月、早稲田大学の調査によって惜しまれながら解体された。上越市は1995年に、本邸の解体部材を購入し、解体時に作図された図面に基づいて1998年9月、高田城、二の丸跡内に、固形の作品制作の場であった画質を合わせて、復元。 2001年春に完成した。施設は本庭と画室、庭園で構成されている。本庭、画室には古景の作品や資料も展示されている。小林古景の居宅は現存する数少ない吉五58のスキヤ作りの初期、建築作品として日本建築史の上でも重要な建築物であり、当時の文化人が好んだスキア住宅例である。また、 伝統の技を継承していた当時の宮大工の高い思考技術力を伝える建物である。小林古経亭は2005年4月に国の登録有形文化財として認められた。2020年4月時点では休館中。高田城市公園内にあり、同じく園内に立地する上越市立歴史博物館に隣接している。アクセス方法の詳細は、 高田城市公園アクセスを参照。ありがとうございます。